ベリー校の意図も豪華なる、自答書より、キリストの降誕キリストの降誕とは、イエス・キリストの誕生のこと。イエスの降誕は、マタイによる福音書と、ルカによる福音書のみに書かれている。それによれば、イエスは、ユダヤの町ベツレヘムで、諸女、マリアのもとに生まれたという。マタイでは、ヨセフとマリアがベツレヘムにいた経緯の詳細は、記述されていないが、ルカの場合は、 住民登録のためにマリアと共に先祖の町ベツレヘムへ赴き、そこでイエスが生まれたとある。ベツレヘムは古代イスラエルの王、ダビデの町であり、メシアはそこから生まれるという予言があった。ルカでは、ベツレヘムの宿が混んでいったために泊まれず、イエスを海馬桶に寝かせる。その時、天使が羊飼いに救い主の降誕を告げたため、彼らは幼子イエスを訪れる。 マタイでは、東方の三博士が星に導かれて、イエスを礼拝しに来る。キリスト降誕の情景を再現する、降誕場面降誕祭を描いたキリシャ聖教会のイコンイエスの降誕場面を、教会堂の内部、または外部に、ミニアチュアの、あるいは等身大の模型として飾る習慣がある。ルカによる、福音書における、生まれたばかりのイエスが、会場けに寝かせられたとする記述だが、 この場には、馬はおらず、代わりに、牛とロマがいる。これは、各福音書には根拠がなく、いざや書一章三節に記述されている。また、正方教会では、小屋としての伝承が通例であるが、正教会では、洞窟と伝承され、遺コにも、そのように描かれる。新薬外展ヤコブ剣福音書は、洞窟で生まれたと書いている。 キリスト皇坦の情景は上記を基本に描かれるが、カトリック教会や、その影響の強い国々では、人形で再現する。これを、海馬おの意味で、イタリア語では、プレゼピオ、フランス語では、クレイシュ、ドイツ語では、クリッペ、英語では、クリブ、スペイン語では、ベレンという。多くはミニチュアであるが、実物大の人形と小屋が仮設されるところもある。東方の三博士は、 救世主、イエス・キリストの降誕を見て拝み、入校、没役、黄金を贈り物として捧げたとされる。ローマ支配下で、親ローマ政策を取った、ユダヤのヘロデ大王は、新たなる王の誕生を恐れ、生まれたばかりの幼子を見つけたら、自分に知らせるようにと博士たちに頼むが、彼らは、夢のお告げを聞いていたので、王のもとを避けて帰ることができたと言われている。カトリック教徒の間では、 イエス・キリストの手術として、毎年12月25日に、クリスマスが祝われる。イエスの誕生日は、新約聖書には記載されていないとして、元来は、当時祭であったと研究者の間では考えられている。高等批評や自由主義神学の聖書学においては、別レヘムで生まれたという記述は、予言に適合させるために作られた、伝説、神話であると考えられている。 こうした立場からは、ヨハネによる福音書においては、イエスはガリラヤのナザレの出身であると記されており、マルコによる福音書、マタイ福音書、ルカ福音書のいずれにおいても、イエスがダビデ王の子孫であることは否定されているとされる。この立場において、イエスは誕生物語以外の場面では一貫して、ナザレ人、ナザレ出身者の術語が用いられており、これは、 すべての福音書において一致していることをもって実際に生まれた場所は別レヘムではなかったことの調査とされることがある。その一方、伝統的な信仰を保持するカトリック教会、聖教会、保守的な聖書信仰の立場などにあるプロテスタントなど聖書の記述を真実と捉える立場もある。前述の高等批評の立場では、またイ福音書は ダビデ王の子孫であることは否定しているとするが、伝統的な信仰を保持する立場からは、まず、マタイ福音書の冒頭にある、ダビデの子という表現を根拠に、イエスをダビデの子孫とする。ヨハネスクルソストモス、ブルガリアのフェオフィラクトといった古代、中世の聖人たちも、旧約における予言との整合性を持って、これを強調してきた。なお、子という表現は、 新約聖書において、養子、子孫の意味にも用いられており、必ずしも文字通りの血縁、浸透を示すものではない。ありがとうございます。